レオポルトは、シュレース・ビヒホル・シュタイン・ゾン・ダーブルク・ビーゼンブルク家の第三代公爵。シュレース・ビヒホル・シュタイン・ゾン・ダーブルク・ビーゼンブルク公、フリードリヒとその妻で、レグニツ公・フリスティアンの娘である、シャルロッテの間の唯一の子として、シレジア・ピアスト家最後の末裔である母の実家の領地、ブジェクに生まれた。カトリック・信徒として育てられた。ハプスブルク家の皇帝に仕え、 提出顧問会会議の議員を務め、金曜盲騎士団の騎士助任を受けた。1713年3月6日に、ウィーンにおいて、リヒテンシュタイン公、ヨハン・アダム・アンドレアスの長女マリア・エリーザベトと結婚した。彼女は、レオポルトの義理の叔父マクシミリアン2世日ンリヒテンシュタイン公爵の未亡人であった。この妻との間に5人の娘を設けた。レオポルトには、男子がなく、 彼の死と共にビーゼンブルク公爵家の家系は途絶えた。孫娘が三人おり、長女の二人の娘の、内妹娘エレオノーリフォン・リヒテンシュタイン公爵夫人は神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世に大きな影響力を持った。リヒテンスタインに、ジーニアロジー、ユーウェブ、シーズ・ハット・オルデンバーグ10、ジーニアロジー、ユーウェブ、シーズ・ハット・レオポルド、 ヘルツォークフォンシュレスビヒホルスタインゾーンダーバーグビザンバーグ geneall.net ハットレオポルドヘルツォークフォンシュレスビヒホルスタインゾーンダーバーグビザンバーグ thepeerage.com ありがとうございます。